ヤクルト奥川屋外でのキャッチボール再開。コンディション不良を訴えて沖縄浦添キャンプを途中離脱し、数週間の安静が必要となっていたヤクルト奥川が9日屋外でのキャッチボールを再開した。29日のシーズン開幕に間に合わせるのは厳しい状況。卑怯後にやれることをやる、慌てないように、でも慌てますと口にしていた右腕は約2年ぶりの1軍マウンドを目指し一歩ずつ前に進む。戸田奥川キャッチボール開始。キャッチボーラー奥川定期も記者もネタ扱いしてるだろ。もはやキャッチボールが仕事みたいな記事になってきてるな。笑顔でキャッチボールミン復活 W で、次はブルペンでキャッチャーを立たせて20球ほど投げる感じか。記事めちゃくちゃいい笑顔してるやん。奥川の野郎はスワローズファンにストレステストでもしているのか。期待と失望ばかりで憎くなってきた。ストーカー心理だわ。ドライチの先発候補ばかりがなぜか揃ってスペリ続けるこの怪奇現象。奥川で阪神から西純也を騙し取れないものか。だからさっさと手術しろや。プロキャッチボーラーついに復活か。ご視聴ありがとうございました。